広島シティネットワーク。広島シティネットワークは、西日本旅客鉄道、JR 西日本広島支社が、広島都市圏で営業する在来線に付した愛称である。2015年に行われたエリアブランディング、工術以降、227軽電車を中心に、JR シティネットワーク広島、JR シティネットワーク広島の故障も用いられているが、 それ以降も広島支社ニュースリリースや鉄道雑誌などでは引き続き、広島シティネットワークの故障が用いられている。広島駅を中心に、放射状に伸びる山陽本線、山陽線、壁線、呉線、芸備線で、2002年、平成14年10月5日のダイヤ改正以降、以下の区間を、広島シティネットワークとしている。特定特殊内制度における、 広島市内の駅よりも、警備線を除き広島シティネットワークの方が広大である。現在運用されているものは、2015年3月14日のダイヤ改正に合わせて、国鉄時代からの古い設備を一新し、新型車用227軽電車やサインシステムにより新たにブランディングを行ったものであ、広島駅を中心とした方面に分け、 運行系統別に新たな路線記号とラインカラーを導入したものである2014年8月6日に導入を発表。この時のブランディングは JR シティネットワーク広島のブランディング227軽電車と路線記号カラーデザインとして2015年9月29日に2015年度グッドデザイン賞を受賞している。2016年のダイヤ改正以降、 公式サイトの全域路線図上や周辺支社管内を含めた一部の駅の運賃表では路線記号適用区間が上記より拡大されているが広島シティネットワークとしてのエリアは壁線の延伸を除いて変化はない2009年春広島駅の南東にあった東広島駅貨物の跡地に老朽化した旧広島市民球場に変わる施設としてまずダズーム ズームスタジアム広島が完成した。これに伴い、プロ野球のナイターが開催される日に限り、山陽線、クレ線、壁線に、臨時列車を、赤ヘルナイター号の列車名で、試合終了後の時間帯に、広島駅から運転を開始した。最初の運転日は2009年4月10日、広島東洋カープ対中日ドラゴンズ第1回戦。初年度の2009年は、 山陽線下りは、五日市駅まで、山陽線上りは、瀬野駅まで、クレ線は、坂駅まで、壁線は、緑駅までと運転区間が短い一方で、運転本数を多く確保することで、近距離区間の混雑解消を図っていた。毎年、運転区間、本数の見直しが行われているが、警備線では一度も運転されたことがない。2016年からは、 デーゲーム開催日にも運転され、ナイター開催日の臨時列車も含めて赤ヘル号として運転されている。デーゲーム開催日は試合開始前の時間帯に広島行が運転されるが、試合終了後には運転されない。ただし2016年は試合終了後に坂港が運転された。運転時刻はあらかじめ決められているが、 ナイターの試合展開により試合終了が遅くなった時は運転時刻を繰り下げる場合がある。なお、広島シティネットワーク外ではあるが、2017年9月22日からは、山陽新幹線でも新幹線版赤ヘル号として一部日程、原則として金曜日のナイトゲーム開催日で、広島駅発岡山駅駅臨時小玉が設定されている。 n 7 0 0系8両編成が充当され、全席自由席、グリーン券は当日車内販売のみで運行される。定められた土曜休日に、広島駅三原駅間を山陽本線、クレセン経由で運転している臨時の快速列車である。定期列車に使用されるものを挙げる。国鉄から承継した車両の大半は大規模なリニューアル工事が施行され新車並みの内装と、 なっている。リニューアル工事が施行されていない車両に関しても、他線区から工事が施行された車両を転属させることで、置き換え体質改善を図っている。広島地区では32年ぶりの新型電車となった227系は、2015年から運行を開始し、最終的に3両編成が64本と2両編成が42本の合計276両が投入され、 広島エリア、山陽本線、壁線、呉線など、で共中の115系などを置き換える計画である。2016年3月26日、エリア内を含む山陽本線三原駅、岩国駅間、呉線、壁線のすべての2の4度アシャを3度アシャで統一し、平日ピルマを227系で統一した。エリア内の保安システムは、 ATS-SW によって整備されてきたが、これは、停止信号や曲線などの線路条件に対して、特定の地点での速度調査を行う機能であった。新保安システム ATS-DW は、あらかじめ信号機の位置や、速度制限箇所そして分岐点などの線路情報が入ったデータベースを車両に設置し、信号の源時、駅の番線や分岐といった、地上市からの情報、 車輪の回転や閉塞などから得られる列車位置と速度の情報これらをもとにデータベースと比較して列車を制御するものでこれによって速度詳細以外にもホームのない側のドアが回避することの棒停止位置の大幅なずれの防止などの機能が実現できるエリア内では227軽電車のみが対応しており 山陽本線白市駅岩国駅間で地上設備を整備した後、順次使用が開始される。広島シティネットワーク内のすべての駅が愛イ化に対応している。愛イ化以外では、東日本旅客鉄道、JR 東日本のスイカ等、交通系、IC カード全国総合利用サービスに加入している各種カードが用できる。愛イ化導入に先立って、 本エリアを含む岡山、広島地区の135の駅で IC 乗車券対応の自動改札機が設置されたが、半数近くの駅が簡易改札機となっている。また一部の駅では IC カード専用改札機も導入されている。広島シティネットワークエリアの山陽本線で運用されていた車両は4両編成を、 基本単位としていたが、JR 広島支社では227軽電車の導入に際して利用状況が横ばいで推移すると見込み、山陽本線の最小車両数を3両編成として輸送力の適正化を狙った。しかし、沿線への訪日外国人旅行客が増加し、さらには広島駅、天神川駅をも寄りとする松田スタジアムへの野球観戦客の利用か、 新白島駅の利用客増も相まって当初の想定以上に利用客が増加。その結果、ラッシュ時の3両編成の列車では積み残しが発生するほどの列車の混雑が生じている。JR では混雑で利用客に迷惑をかけていることを認識した上で、2019年3月のダイヤ改正で一部列車で車両数の適正化を図ったが、 同大屋改正で227系に統一した結果、旧型車の運用ができなくなり、当面はラッシュ時の3両編成による運用が残る見込みであるという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。